はい、北海道中富良野町テラサカ農園ノーチューバーの寺坂雄一です。今日珍しく、アスパラガスの生育状況をお伝えしたいと思います。11月8日だ ね、早いね。もう明日から雪が結構降るみたいで焦ってます。はい、これがうち のサンドアカウス、植えて3年目だよね。3年です。はい、こっちがガリバ、ガリバ、こっちがアキカスです。今年もいい水いってない？ちょっと雪でね、だいぶちょっと潰れたけど、もうこの辺ぐらいまで生育して、で、これぐらいの木のガサができれば来年また太いアスパラたくさん出てくるのかな。これで3年目、差はあんまりないよね。うん、3年目になったらちょっとアディカスの方が生育いいような気がするよね。で、ちょっとね、今年失敗したのが反転細菌病ついた。ちょっとちゃけてるでしょ。上の方がね、ちょっと蒸れたのかな、病気がちょっとついたけど、まあ、それでも、まあ、この辺の色とか見たら結構綺麗な黄化現象っていうんですよ。黄化現象っていうか、黄化って言って木に、アスパラの木の養分が根に転流して綺麗な黄色で枯れていけば枯れていくほど来年甘くて美味しくて立派なアスパラが取れるんですよ。で、こうああやってね、なんかこういうあんまりないか、赤ちゃけたね、病気にかかったような枯れ方だと来年あんまり芽吹かないよね。路地がね、茎枯れ病でやられて、もう悲惨です、本当に。はい、じゃあ次のハウス説明します。取らなくていいよ、取り続けていいよ。はいはい、こっちです。もう今日剥がすね、さすがにビニールを剥がす。雪降って11月のベタ雪がドソッと乗ってぐしゃっと潰れるんだよね。だから今日今剥がす、この風の中剥がす作業です。はい、こちらどうぞ。はい、これが今年2月10日に種まいた1年目のアスパラ。すごくない？こんなに生育してると思った？1年目、2月10日に種まいて、いつぐらいに植えたっけこれ。12センチポットでデカナイ育てて5月ぐらいに植えたんだよね。あ、ハウスかけて4月か、4月の下旬ぐらいに植えたんだよね。そして、こまめに管理して、これ見てごらん、これもう何メーターこれ上につく1年目と思えないでしょ。もう3年目ぐらいの生育になって、すごい伸びてる。3年目ぐらいの木に育ったんじゃないかなと思います。っていうのは、アスパラってね、種まいてから本格収穫まで3年かかるでしょ。3年目からですよ。だけど俺1年で、木の養成を終わらせて、もう種まいた2年目からもうがっちり取りたいなと思ってちょっと頑張ったの。早い時期から種まいて、そうしたっけ、うまくいったよね。想像以上によく育ったなと思って、感じてます。で、やっぱ土作りしたら勝負決まるね。どうしてこんだけうまくいったのかなって振り返ってみると、やっぱりこう 8ヶ月前からの土作り、あれ去年の夏からもう堆肥入れて、パワーショベルでかき混ぜて、土になじませて分解進めてっていう、ね、8ヶ月前から土作りがっつりやってたことと、あとね、夏のこまめな水やり、やっぱ屋根かかってると病気出ないんだよね。ほら茎枯れ病出てないでしょ。それはこの屋根がかかってるから。でも屋根かけてたら雨当たらないんで水やりが大変なのさ。だからこの灌水チューブ使って本当ね、徹底して水やった。徹底して水やったっていうのは、たくさん水やったじゃなくて少しずつ少量多灌水っていう方法で、もうほぼ暑い日は毎日10分ずつとか15分ずつとか、少しずつ水あげてたんだよね。そしたらこんだけなった。頑張ってるでしょ。結構そういうところもまめなんですよ。だから今までね、たくさん失敗したからね。そしたらこんだけ請求したんで、でこれで、あと失敗したのは、夏暑かったから肌荷が結構ついてね、この辺肌荷でちょっとやられちゃったんだ。
でこんな感じ、こうやって黄色く覆化して、綺麗にね黄色っぽく覆化してくると養分転流が進んでるよっていう証です。で本当はあと10日ぐらいこの屋根かけて、うん、ほらまだ青いでしょ、うん、まだ青いでしょ、この養分の転流を屋根かけて光合成させて転流させてってやりたかったんだけど、うん、雪でねハウス潰れるの怖いよね、うん、もう2回潰してるからね昔で、ね、ぐしゃってね、うん、だからまあ今日屋根剥がせて、うん、まあ明日以降から、まあ、雪降って、まあ、まあ十分養分転流してると思うんで、うんうん、ちょっと諦めて屋根剥がして、うん、来年ここからね、もう来年から結構取れるねこれね、うんうん、美味しいアスパラ収穫してお届けできるかなと思ってます、うん、これは品種はねガリバ、うん、これ水やりが悪いとこうやって成長点がねギュッと、うん、取れてる、カルシウム欠乏、水が足りねえぞみたいな、うん、うん、この症状が出ないように毎日こまめに水やるとこうやって大きく育つグーッと、うん、で上がこんだけ成長してるってことは根もガーッと成長してて、うんうん、その根に養分がいっぱい転流するんじゃないかなと、うんうん、はい、今日は、2020年、11月8日の今年種まいたアスパラガスガリバーの生育の様子をお届けしました。農業って本当にクリエイティブで面白いですね。ではまた。隠れない。